はい、第2部です。五大新聞や五大メディアなどを見ないようにして不買しましょうとあります。すごく不思議なことなんですけども、新聞には嘘ばっかりだっていう人って結構新聞読んでるんですよ。で、私は新聞全然読んでないんで、新聞のどの部分が嘘か本当かっていうのすらわからないんですよね。で、そういう私みたいなのに、例えばですけども、新聞読まないで方がいいよって言われても、そんな言葉今更俺にかけんのみたいなことになっちゃったりとか、まあ、しないでもないかなと思いますけども、まあそこまでね、特に、なんですかね、逆風を吹かせようと思っているわけではありません。私新聞読んでないんで、内海氏の通り、読んでませんよってことですよね。で、五大メディアなどを見ないようにして不買しましょうとあります。五大メディアっていうのはテレビ放送局のことだと思いますけども、はっきり言ってインターネット見ても、テレビのメディアを焼き直してるだけなんで、間接的に見ちゃうんですよ。で、YouTube 見ても、結局テレビ番組が YouTube でアップロードされてますんで、同じなんだなと思います。ということはもうね、何も見るなっていうことに近いのかなと思いますし、私はここには結構同意するんですよ。インプットが必要な人はしょうがないんですけども、すでにインプットが必要なくなってアウトプットだけしていけばいいようなね、そういう立場になると本当にこれはね、五大新聞や五大メディアを見ないようにして不買しましょうに一致するんですよ。まあ私は結構近いんですよね。外からの情報を必要としてませんので、自分が発信することが、まあ、主になってるわけなんですよ、ですのでね、今回内海氏の見解っていうものも五大メディアではないんですけども、こうやって送られてこないと触れることがなかったということで、新しい知恵をいただいて本当にありがとうございましたという話でございます。ネットに日々書き込みをして地域で勉強会をやるようにしましょうってありますよね。地域で勉強会、ああ私はやってるなと、地域どころかね、即課塾っていう、まあ、いわゆる勉強会をやったりね、町内会活動にも参加してるなとか思っちゃいますね。ありがとうございます。で、PTA の役員でも何でもいいので、影響力を持つようにしましょうということですけども、PTA の役員っていうのは、実は PTA の役員としての影響力があるだけで、個人の影響力じゃないんですよね。PTA の役員降りたらいきなり影響力なくなるんですよ。ということは、このね、PTA の役員っていうのは、誰かのね、権威を借りてるだけなんで、本当に影響力があるのかなっていうふうに思っちゃうんですけども、内海氏の見解によると、それでもね、PTA の役員でも何でもいいので影響力を持つようにしましょうとあります。私はね、本当そうだな、何かの代表をやるとか、何かの役員やるってすごくいいことだと思いますので、ここは一致するかなと思います。で、外資系企業や創価企業を使わないようにしましょう。これは何でしょうね。外資系企業って言ったってね、じゃあベトナムとかカンボジアの外資系企業使っちゃいけないのかとかね、トルコの外資系企業ダメなのかとかね、じゃあ他にもね、なんか無名の国とかあるわけですよ。ザイールとか。そこの外資企業どうなんでしょうかみたいな、ね、ことになってきますけども、特定の国を指定していただいたらなんとなく分かってくるんですけども、外資系企業ということだったら、じゃあ国産のもの以外はダメなのかなってことになっちゃうんですけども、これはどういう解釈かちょっとね、別の見解を増したいと思います。政治家の誰がどんなルーツを持つのかちゃんと調べましょう。これは無理ですね。政治家が3人しかいないんだったらなんとかなりますけども、政治家って多いんで、これはね、政治家の誰がどんなルーツを持つのかちゃんと調べるのは不可能だと思うんですよ。これは私には私の力量では無理なんで、内海氏、ぜひね、生活の政治家の誰がどんなルーツを持つのかちゃんと教えてくださいってことをお願いしたいと思います。自農して自分で少しでも食べ物を作るようにしましょう。これもね、どうですかね、この自分の耕す土地を持てってことなんですかね。一部のお金持ちじゃないと自農はできないのかなと思っちゃいますけども、やっぱり農業やるって大変ですよ。お金もかかるし、それこそ1年間地面に拘束されますんで、自分一人一人が農業をやるっていう時代ではなくて、一人がたくさんの人の農作物を作る時代なのかなと思いますし、物理的にもこれはちょっと無理なんじゃないかなと思いますよね。皆さんどうお感じになるでしょうかね。自分の食べる分は自分の庭なり自分の土地で作れる方って、お金があっても時間があってもほとんどの方には無理。私の資産力とか時間では無理ですね。土地を買うこともできません。農業をするためので、その農業をするための土地って言っても、自分の今住んでるところで買える土地とかね、作れる農産物ってのは限られてますんで、ちょっとこれは難しいですね。すごく高い、課題になってきます。まあ、ただね、諦めるんではなくて、そういう方向に持っていこうという考えは持っていこうかと思います。で、いちいち車を買い替えないでもったいない精神でいきましょう。すいません、車は大好きなんで、私買わさせていただきます。社会のカモと言われようとも、別にね、それは自分の余剰資金で買う分には文句言われることはないかなと思いますんで、いちいち車を買い替えないでもったいない精神でいきましょう。でもこの気持ちも大事ですね。私はどっちかって言ったら上記を逸してる方なんで、普通の考えて言ったらね、やっぱ乗れる車を大事にずっと乗った方がいいと思います。これは私は行動は伴ってないですけども、こういう考え方は内海氏に一致します。はい、医療保険のアフラックとか入らずに食費に回すようにしましょう。そうですね。
これも個人個人の考えることだと思いますけども、まあ、保険っていうのはね、やっぱり、あまり実体のない商品ですので、私もあんまり必要だと思いませんけども、ある一定の所得を超えない限りは保険に入った方がやっぱりリスクリワードの面では有利だと思います。で、所得が上がっていくと保険に入らない方が有利だということも言えるのかなと思います。でもね、ここで内海医師が言われてるのは、保険に毎月お金をかけるぐらいだったらその分いい食材を買った方がいいんじゃないかなってことなんで、これはね、私も同意します。それではね、一旦また動画を終わりまして、第3部の方で、またね、続きをやっていきます。